希望エールをご紹介していきたいと思います。マクトーズエンターテインメント。どうも皆さん、おはこんにちばんは、まことです。あしたかです。この動画ではニュースの希望エールをご紹介していきたいと思います。こっちが初回版ですね。でこっちが通常版でございます。どちらもすでに生産は終了しております。終了してるんだ。年季入ってますね。ステッカー両方別バージョンがついてて、こっちはちょっと顔見せれないですけど、なんていうの、これブックレットじゃなくて折りたたみ式の、なんていうんだろう、写真付き全部つながってるページのやつついてます。これもう周り黄ばんでるもん。めっちゃ、あ、もともとじゃないんですか。20年前やもんね。初回生産限定版、希望エールスタンドアップグッドニュースでカラオケ3曲が入ってて、通常版には希望エールスタンドアップグッドニュースレッツゴートゥーザプラネッツ。はい、まずは希望エール、バレーボール世界最終予選イメージソング、ライブごとに歌うぐらい数々の思い出がありますね、この曲は、ね、そうですね、いろんな CD に収録されておりまして、アルバム、10周年のベストアルバム、どれを聴いても歌い割りとかは変わってないですし、中身は一緒です。アルバムストーリーに収録されてるクローバーっていう曲が、メンバーが作詞作曲してる曲なんですけど、はい、希望エールのメロディーとか歌詞がそのまま入り込んでるっていう、すごいよね、この曲のアレンジ。同じような感じなのに新しいっていう、ね、全然違う曲になってるけど、希望エールがベースみたいになってる曲なので、ぜひこっちも聴いてみてください。クローバー。続いてスタンドアップ。第35回春の高校バレーのイメージソングということで、はいはい、もうほぼほぼバレーボール向けの応援歌になってるな、ね、はい、まあ、これはひたすらずっとスタンドアップを言っています。春高バレーの曲だから、立ち上がれ立ち上がれってずっと言ってるみたいな、優勝目指して立ち上がれみたいな感じだね。バレーボール会場でもめちゃくちゃ流れてました。あ、諦めないでってことですね。そうですね、3曲目はグッドニュース、はい、メロディーが乗りやすいというか、縦揺れしたくなる曲。あ、まあまあそんな感じは分かるよ、すごく。日本チャチャチャとか出てくるから、ゴリゴリのバレーボール曲みたいな。そうね、もうこの感じの曲、ね、これ自体がもうバレーボールっていう、そう、バレーボールのために作られた CD ですくらいの曲ばっかり、はい、4曲目はマスも好きな、はい、レッツゴートゥーザプラネッツ。レッツゴートゥーザプラネッツ、週末はレッツゴートゥーザプラネッツ、息抜きにレッツゴートゥーザプラネッツ、シャトルに乗ってレッツゴートゥーザプラネッツ、急げ。繰り返してるところが多いかな。全然バレーボールっぽくないけど、宇宙に飛び立ちますみたいな曲、まあ、内容としていこうねって感じですね。メロディーはすごく乗りやすくて、そうだね、単純やからこそいいんかもね。さあ、そして希望エールはライブでたくさん歌うがゆえに振り付けもめちゃくちゃやります。はい、子さんのファンは絶対体が勝手に動くのでちょっとわからんなーっていう人、この動画見て覚えていっていただければ、安全安心楽しくライブを進めていけるかと思います。進めていくってなんやね。最初のフレーは右にペンライトを揺らします。フレー君に僕で自分の前に戻ってきます、はい、から同じリズムで目の前でチョンチョンチョンします。で同じ音楽をもう一回、フレー送りたいんだ、夢を目指すのとこはちょっと待機します。はい、君に幸あれ、そんな感じです。フレ、君に僕から、フレ、
フレ送りたいんだ、夢を目指す君に幸あれ。こういう感じです。今やったところだけは誰もがやってるっていう振り付けなので、うん、これさえ知ってれば楽しめると思います。この動画では希望エールの収録曲と振り付けを紹介してみました。ね、ライブ参戦される方とか購入を検討している方とか参考になれば嬉しいです。はーい。